間違えたよし、OK やばいやばいやばい。何を呑気にやってるんだろう、私は本当に なんかコーラなんか <laughs> 待って待って待って16歳じゃないよなんかラーメンとか買ってきた普通にえ普通に一人で寂しくないちょっとえ二十歳って結構いいきりの誕生日なのにさ一人悲しいんだけどちょっと実家一瞬帰りたかったちょっとコーラ食べようコーラ食べようじゃなくてラーメン食べよう 寝ちゃってないよいただきます <laughs> うん。っ美味しい一旦食べるミュウポンいないもんここいただきます ゆうだ最後、コンビニめ、コンビニご飯。今日はウェーブしたのにもほぼ取れちゃったの。なんか目太いね。で唐揚げも買ってきた、手にする唐揚げ。<laughs> 大丈夫、うち、本当に二十歳。生きていける、こんな。いただきます。唐揚げです。う,ーんう,ーん <laughs> うん。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  お姫様みたいな格好しててウケるえっちょっと見てほしいお姫様なんです今日はじゃじゃーん目がめっちゃピンク今日はお姫様でもいっぱいあるの私種類お姫様種類いっぱいあってこれママが買ってくれた百均でこれもあるでもどれがいいんだろう迷っていてててでも写真撮ったのはもうこれで撮った カエル姫っていうな <laughs> これもあるハッピーバースデーこれも王冠じゃんいっぱいあるんですお姫様今日だけほら見てなかかついてる何これほこ リップ塗ろう食べたせいでリップがえちょっと待って大丈夫何分今何分 ?52 分今日だけってあと8分じゃないよ今日研究生やどういうこと今日は日またぎするからこの後もよろしくね おい大型多分まだついたままだよ何が何ついたままってどういうことはにはにからぎ挟まってる自分も今思ってたちょっとなんか挟まってそうだなと思って髪 ん何ついたままって髪がついたままどういうことどういうことどういうこと何髪がついたままって何気になるここにもう放置お酒が飲めるぞわーいわーいお酒パーティーだーい やば激楽しみなんですけどえなんかさ普通にさかわいいありがとうあったちゃッカもお酒が飲めるぞーハードラゲスそのしえっんで美味しくないのこれは大丈夫これ これ火火つけ火いいケーキにこれさろうそくにつけてもえいいかな火事になるもしかしてうわイヤリングとかすればよかったまあいいやハッピーバースデーまだだけどじゃじゃーんどうしようやっぱこっちにしようかなこっちの方が可愛い,い これあんまりなんかちょっと見えない部屋全部燃えるのなんで家族はお酒飲まないですあこれにしようこっちの方がかわいいお姫さんみたいなじゃじゃーんあこれはさっき写真用でこれさ色さなかったんだよねこのさ2がさ2がなかったんだよね2がまだだけど <laughs> あと5分後じゃあ唐揚げ食べていいやっぱこラーメン食べよう一回一回ラーメン食べようちょっと待ってて一回ラーメン食べるわ最後の10代最後の食事がこのラーメンとは思わなかったよいただきますん <laughs> 응 응. う 今日マツパ行ってきたそういえばめっちゃえぐくないパリジェンヌしたのめっちゃヤバいギャンギャンに上がってる十九歳の思い出はない嘘十九歳の思い出はたくさん食べたことですコンビニのご飯を嘘です十九歳の思い出はパリジェンヌって何パリかな えっと十九歳の目標はあやばいあと三分うわあえっとえっと十九歳の目標抱負うん十九歳の楽しかったことはうんとあわかったえっとわかんないえっと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 たくさんのライブがえっと、たくさんのライブでたことが楽しかったやばいえ配信切れないよね。 19歳の思い出はたくさんライブ出れて楽しかったライブはでもライブは結構あそう正規制の昇格あそんなに出たけって言うなよ <laughs> 申請してるよ正規制昇格あそう19歳の思い出は1億人バレで正規制に昇格したことですです そうで、インプレッション一位だったこと。ですね。あと二分か、じゃあ何喋ようかな。えっと、十九歳は何したんだろう。去年何、何があったっけね。あ、昨日、ああ、ああ、グリーンアリーナの日か。ああ、懐かしい。あれから一年も経ったのか。楽しかったです。そう、インプレゾンビしたことの <laughs> 思い出です。そう。 ンコブタさんハートありがとうそう1位にしてくれて皆さんありがとうございましたインプレッション1めっちゃ嬉しかったです本当に1位大好きだから修復旅行楽しかった文句垂れまくってないです <laughs> そうたくさん泣きましたねあっであでもあの報告がある報告があることなんですけどインプレ企画でも今日もありがとう報告があって報告は明日の12時にみん,なみんなに報告するから今はしません報告 不機カナルちゃんはもう来年は20歳になったらもう不機嫌になりません <laughs> 20歳になったらもう不,不機嫌になりませんもうもう一生不機嫌にならないです <laughs> 20歳の目標は一生不機嫌にならないのが目標です20歳は本当とになんか,なんか,なんかネガティブになるのやめようって思いましたえー、やばい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 何何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 何,何,やだ何すればいい何すればいい何すればいいやだよ 移動したら移動したいん今何分えあと10秒じゃん。ええ、ばいやばいイバイ。えっ飛ぶえ、飛びたいびたい飛びたい。えっ飛びたいびたい。えっびたいけど、足足なんだけど。えっ、のええええっ、ええっええええええっ、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 ええええ 20歳最初のメッセージはサッチーでしたうウィーンサッチーありがとうサッチーでその後にマネージャーさんから来たでも文章読めなかったけどうわーすごい待って待って待ってやばいうわーうわーやばーい20歳なんですけどーサッチさすがやそう,うわーすごい したありがとうみんなありがとうお誕生日でしたたんたんひがなおさんありがとうタワーのお礼をまたします全部スクショしますまマ、あ、スクショしてね嬉しいミーみぅぽん来ないよみーぽんからかなこの時間発信していいよ20歳あこれ役に立つ20歳ですやったー20歳20歳にこうか みんなでせーの、かんぱいきー最高コーラです、かんぱい。おいしい最高 !20 歳初食事はコーラですおー、もう幸せやばい、いただきます。はあ、幸せやばい。コーラが一番そう もうお酒飲めるんです私お酒ないですありがとうアラサーって何アラサーってサークルアラサークルえっケーキもあるのケーキもじゃあこれつけよう火事になりませんようにほんとにろうそく

自分で作ったのこれ聞いて自分で作ったの自分で作ったんですこれえこれコー,コーラです普通のあ間違えた間違えた間違えた自分で作ったんですそう そうなんです中は抹茶味です見てほしいおらないよえプロじゃない,いハートなんですこれ中のブツブツはそう中抹茶なんです 写真どうぞはい将来の夢はパティシエになることですよろしくお願いします入れかなウと言います将来の夢はパティシエールになることです怖いな落ちそうだな めっち,ゃうまくないちょっとやばくないえ全然ケーキ作りたくないよ普通に全然パティシエ全然ならないよ大丈夫周りなんで <laughs> 実は実はねちょっとケーキ習ってた時期があって一時期一時期ケーキを習いに行ってて そうケーキ作るのねそうケーキ教室通っててっていうのはなんだけど全然わあありがとうつさんありがとうたわー嬉しいありがとうみんなの読めなかったけどありがとうみんなたわありがとう嬉しい そうピンクほんとに私はもうあつかれチャンさんになりたくてピンクにした今日はケーキをどうですかちょっともうしつこいなもういいやケーキ見せすぎたみんなにいやケーキ習ってないよ冗談 <laughs> ね今の冗談全然 <laughs> そうなんです ありがとう嬉しいこんなにコメント久々にこんなコメント見た私最近配信なんかあまりさなんかさこんな盛り上がってなかったかあ盛り上がってない間違えたなんかそんなさなんかこんなうわーってさコメントがさこの見えなくなるぐらいボボボーってなこなかったからなんか今めっちゃ嬉しかったありがとうありがとうそうじゃあ20歳ケーキのダメみたいえ見ちゃダメだよ <laughs> だってどうなってるか分かんない <laughs> えどうしよう箸でちょっと食べてみる鼻にクリームん私20歳だ嬉しいありがとう花見さんアトムさんありがとう嬉しいありがとう皆さんありがとう そうそれで大人私も大人だわおほほほほじゃあコーラ飲もう大人大人だうん20歳だから鼻にクリームなんてつけませんよどうやってつけるの <laughs> <laughs> ああ汚くなっちゃった。これ手でつけるもんじゃないよね絶対。ミスった。え嬉しいちょっと待って待って忘れてた忘れてない。えサッチーから来たことが嬉しいサッチーとマネージャーさんありがとうございますソラーさんからも来た。もう嬉しいこう通知が来たのがめっちゃ嬉しかった本当に。うん <laughs> <laughs>。 なんか違うんですよこれ、うん、お友達からも来て嬉しい違うんですよこれちょっとクリームが固まっててちょっと下手な,なんかあんまうまくつけれなかったな <laughs> ああにクリーム てんの私とってって可愛く言うんだよ何何をさせられてんの私20歳なんだけど撮ってと <laughs> ってーもうやだよ何をさせられてるの <laughs> うれしい取って。 え、ショールームやばい二十歳二十歳えロリ路線行くわけないじゃんネタ <laughs> 今日はさありがとうみんなありがとう岩田のな正式ももう戻れないあ,ありがとうみんな二十歳はあでもこれはちょっとあ待ってそろそろちょっと撮っとろう <laughs> ちょっと恥ずかしいこれ何これもう 恥ずかしいよ恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい,恥ずかしいじゃあ二十歳の抱負をおべちょべちょじゃないべちょったべちょってきも <laughs> 言い方二十歳の抱負そう二十歳の抱負は考えてあっクルさんからも来たうれしい大食器じゃあ一回コーラ飲むわ一回コーラ飲んで一回ちょっと話すわ <laughs> おいしい20歳のほう豆腐20歳の豆腐はですね飲み行こうどういうこと飲みには行きません <laughs> そうコーラ大好きそう20歳の豆腐はピアノ習うことてい冗談冗談マイケル冗談なんですけどわ去年の誕生日泣いたなそういえばグレール卒業 <laughs> やめてよグレールあいつだって卒業しないよ豆腐はれやつが最強はいえっと20歳の抱負はワン抱負ワンママに一言えそうママからさっき LINE 来てなんかもう泣いたありがとう大好きそうママに返信しようと思ったらさ時間なっちゃってさやばいやばいと思ってさ そうママもママ大好きなんだよもう本当にママに産んでくれてありがとうってさいつも言ってるけどママのことが世界一大好きなんだけどあ間違えたファンの人のことも好きだしママが一番でも大好きだけどあでもファンの人のことも好きだけどでもなんかファ,ンファンの方がこうやってなんか祝ってくれるのも嬉しいしなんか全部嬉しいんですけど後付けしてないしてないしてない感じ強いよ関係持ってないよ や、うん、んだえなんでやんやまないでなんでやんだの私は20歳の抱負はもう20歳の抱負は決まりましたじゃじゃんえっと <laughs> 毎日笑顔でいることです <laughs> 20歳の抱負は毎日笑顔でいることです <laughs> なんか 結構なんかちょっと一回首鳴らしていいちょっと首痛くなっわあ20歳初鳴らしいい音そうですねああ首が首が痛いけどあ首痛いとか言わないそうよく泣いてるんですよなんかよく泣くからなんか豆腐素敵な豆腐でしょ そう、なんか、さあ。なんか、去年はな、なんか、めちゃ泣。なんか、めっちゃ泣いてて、なんか、毎日泣いてたんです。ちょっと、ハッピーバースデー映ってなくない、これ。で、毎日泣いてるぐらい、泣いてて、なんか。なんかね、結構ね、なんか。いろいろ。 なんかすなんか全ての感情を表に出してしまうから自分はで配信とかとかでさ全ての感情を表に出してしまうからなんかなんかそれが一番マイナスだなと思ってなんかカナダのファンでいてくれてる人は「なんか,か,なうかなうらしくろんなのがいいよ」とか言ってくれるのはもう本当に嬉しいだけどなんか。 だけどなんかそれのその言葉に多分甘えて甘え,甘え育った1年だったのでだから20歳はしっかりなんかしっかり強みでもあるようにそうなんかさみんなそうやって言ってくれるけどさなんかでもそうなんじゃダメだなって思った最近。 叶うらしいとかさなんかいつもずっと叶う叶うらしいっていいよみたいな言ってくれるけどそんなそうだからそうやめやめます本当にもう泣きません <laughs> もう泣かないですもう泣かないしマイナスなこと言わないし 一年間。一年間じゃない。何一年間って <laughs>。丁寧な振 <laughs> 違う本当にもう泣かないです。もう泣かない。もう明日からもう泣かない。絶対なんか嫌なことがあって泣かない。もう泣かないで、で、頑張る。で、頑張って、 泣かないで、嫌なこととかも自分の中で溜め込んで、あ、溜め込んでちゃう、してた。嫌なことあっても、なんか頑張る。そう。自己肯定感高く。自分のことを好きになります。田辺先生、そう、田辺先生が来てくださったの嬉しい。そう、何事にもプラス、そう、なんか自分、結構、あのマイナス、なんか。なんだっけ、なんていうんだっけ、こういうの。あ、ネガティブ。 多分うちネガティブなんですよ結構ネガティブ <laughs> ネガティブなんですよだからそのネガティブじゃなくてポジティブに戻り戻ってかなのダイエットするとか泣かないは信用できない信用してよ本当に泣かないそうとポジティブに入部したいですそう切り替える技も身につけたいそうあとイライラしないこと <laughs> なんか勝手に一人でなんかイライラしてるときとかあるからまあイライラしないでなんかポジティブになってポジティブな人間になるなってでなんか、まあ、毎日頑張ろうかなと思いますそうなんかつまり自分が何言ったか言いたかったかちょっと分からない難しい日本語難しいわゆいタンからも泣いちゃう そうポポジティブですポジテティィブブでですす自分磨きそうもう20歳だからなんか泣いてられないわって思ったしなんかこの1年でなんか自分はなんかああだだなって思うなんかあー自分でだからダメなのかとか思うこととかがよく多くあったからそれをきっかけあきっかけじゃないそれを直したい1年は。 すぐポジティブな,幽霊部員なんだよ <laughs> ならないならないよそういや明日はもうイラつかないもう1年間どうかの袖頑張りたいですねなんかい,いったんいったんじしてほしいな何いったんってわ分からない日本語が難しいけどまあなんかあそうなんかが口癖んかんか。なんか <laughs> <laughs> そうでなんかああんかじゃない <laughs> めっちゃなんかって言っちゃうそうポジティブになりたいですなんかファンの人によく言われるのが叶うわはなんかネガティブな配信がネガティブじゃなかったなネガティブなこととかがなかったらもっといい,い,いと思うって言われることが あるからあってなんかよく考えてたんだよねどうしていいかなって思ってだからなんかポジティブになって素敵な配信をしてなんか <laughs> なんかじゃないもうなんかって言っちゃうだからもういいそんな感じわ <laughs> かんなくなっちゃったよ <laughs> そうだからなんか なんか <laughs> なんか <laughs> なんかそうなんかそういうことそうなんかさ「でもやだなんかっていっぱい言っちゃうよ!」なんかさそうそれでマイナスにならないようにもうなんか「で、ね、も! <laughs>」元気に日々生活していこうかなと思います。 なんかって言えばなんかどうにどうにでもなるからねなんかってそうだから二十歳頑張ります二十歳はそうなんかそんな感じあなんか <laughs> なんかってね使,使えばなんかねいいんだよなんか話せるなんか <laughs> もうやだ落ち着きある女性目指します そうで明日の12時にも12時にみんなに報告があるのでそれも見てね気になっててね明日まで <laughs> 明日今日か今日まで気になっててくださいそう落ち着きのある女性なのになります落ち着きはいらないか別にあい,ついつもの自分でマイナスのとこをなくせばいい そう入れなんかです。十二時配信しようかな。そう持ちつきのある女性になりたいな。十二時。ライブスートありがとうって感じかな。まあなんかとりあえずなんかなんかとりあえずまあなんかなんかじゃないかと。なんかとりあえずもうやだー。 そうなんかさまあ明るく言おうなって話だよね <laughs> 明るく言おうねって話明るく言いたいですこの1年は自分にとって有意義な1年にしたいと思います 叶うから一番遠いことはそれな。そう、二十歳は、なんか。結構、またもう嫌だ、なんかもう嫌だ、なんかってばっか言っちゃう。なんか。なんか <laughs>、なんか、なんかじゃない、もう。そう。なんか、まあ、とりあえず <laughs>。とりあえず。まなんか。楽しもう、人生楽しめれば。 いいかなもうやだーもうやばい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 気にしたら逆にめっちゃなんかって出ちゃうそうまだ十二十歳って言われるけどもう二十歳なのでたくさんなんかたたくさんなんかいろんな行動をしたい 有名人になりたいいで有名人になりたい笑顔で溢れたいなんかお会いしてます <laughs> そう有名人になりたいお話し会を完売したい <laughs> でもなんかこの うちがなんかファンの人が教えてくれたんだけど教えてくれたじゃんかなうがんか2月に静岡に帰ったからそっからなんかファンが減ったかもしれないみたいなその話を聞いてなんかもう何かって言っちゃうそうなんかまあまあそれは自分が静岡になんか自分がね体調不良になったから普通に自分の メンタルがやばかったから、まあ、それは自分が悪いんだけど悪いからなんか頑張ろうって思いました頑張ろうと思いますそうだからお話し会も頑張りできるように頑張りますふるさと大事でしょそうそうトレンドおすすめじゃんおすすめ 王冠ですそうだからなんか増えた人もいるから <laughs> 確かに過去の知らない人はなんかもう知らないでほしい <laughs> 本当に去年のなんか去年の2月とかに自分は知らなくて知らないでくださいもう <laughs> もう調べないでください19歳の私なんて何やったか知らない覚えてない20歳になったらなんか脳,脳が新しくなったから。 だから、ね、もうじ19歳のことは脳みそにないので20歳からもよろしくねーみんな仲良くしてねーなんか20歳なのになんかさなんかバカみたい頭がバカみたいな言葉ばっか使ってる <laughs> そう頑張りますだから20歳は頑張ります 本当です増えた人の1人のすえ嬉しいありがとう <laughs> でもなんかこれねあのなんか誰かに言われたんだけどもう減った分増やせばいいって言われたから増やせるように頑張ります実際自分がインスタ始めた時インスタ始めて女の子のファンになってくれた子もいるしだからなんか嬉しいいろんななんかあ そうそういえばさ昨日さなんかフォロワーが結構増えたんだよねそういえばなんかさメイドのやつがさいいねめっちゃ結構ちょっと1000ぐらい行ってさあ 1000, 1000たったの1000思われたら悲しいけど1000ぐらい行ってさでさちょっとフォロワー増えて嬉しかった20歳偏差値100ですね今日プレゼント事務所に見に行ってあったけどなんか雨がやばかったからびしょびしょになっちゃうかなと思って持って帰ってこなかったけどなんか頑張る 残った人の人の一ありがとうラインサイド出身かありがとう,インありがとう俺にそうなんかでも多分ファンの皆さんファンのみんなはうちがなんかネガティブになるたびに「ああまたネガティブになってるもう」って思ってたと思うからちょっと本当にそうやって思わせないように押してて楽しいって思,う思ったりなんか押してて 癒癒されるとかなんか教して,て最高とか思ったら嬉しい思ってもらえるような人間アイドルになりたいです今年はライモさんありがとうヤプリさんありがとう何かあったらお酒に握れるようになったし頑張るいや私はコーラでいいよそうかなうちゃんに優先なタネマメントありがとう性すごいの メイドかな可愛かったえ、メイド良かったのえっ何何かメイドだったからってことみんなそんなメイドとか好きなんだからもががるさんレイモンスターありがとうえープレゼント嬉しいなんかプレゼント嬉しい皆さんプレゼント嬉しいですありがとうございます皆さんそう毎回んか <laughs> もうみんななんかってつけるじゃんちょっと一回ラーメン食べようお腹すいちゃった、うん、お腹すいて力が出ないからお昼ケンタッキー食べたんだそういえば 忘れてた美味しかった OK OK 一回食べましたその感じだとメイクレシピでファン増えてない増えてない どう,いうことえーメイクかわいくない今日はピンクメイクします。ん、うん、気がつんだやっほー。おたんじみありがとう、みんなありがとう、本当に。そう、みんなのこと癒そうと思います。うん、<laughs> <ー>心霊現ん なんかさ、今さあ通知きたなと思ってさこっちでもいっああと一杯しかなかったなんか20歳のお誕生日おめでとうってパパから来た <laughs> ふざけてるでしょうんネガティブなこと言ってるっていう格好み見て日もあったえ嬉しいそういう方もいるんだね変わってるうちと一緒で毎日何か楽しいありがとう ななんんか押したくなるありがとうマルさんだから頑張りますこうやって叶うことをこうやってずっと離れないで押してくれてる人のために叶うは有名人になるように頑張るんですお酒のレポえお酒いつの飲むの私まだ飲まないよえでも帰るのか明日からやだーなんかやだなんかやだーなんかなんかさ本当にさあなた20歳ですかって絶対言われるよねえ嬉しい知り合いに堂々とかなうちゃん欲しいって言われたい メイドの写真まだあるんだよねラーメンなんかいい,いいねでかぼちゃ出るってしたらめっちゃいいね <laughs> してくれたお昼ケンタなんでなんえだってさなんかケンタッキー食べたかったから20歳の抱負ジャンクフード卒業無理無理壁絶対無理だってジャンクフード美味しいもん幸せだもんもう伸びてるやばい伸び伸びたくになっちゃった麺が重くなる なんか涙袋めっちゃいい感じ嬉しいありがとうありがとうおはちさんめっちゃ可愛くなったよねありがとう赤抜け成功赤抜け大成功ですか入れかなう赤抜けしました私まあ昔が赤抜けってなかったんで赤,赤いってたんでなんかそうまたいっぱパパさすがすぎる何かしてか パパいいつもいじってくるんですよ本当にパパパパがさこの前のさ高級なさ高級そうなさパーカーさいいよあげるって言われたくれるらしいうちに頭の書いて早いなうふざけてるパパいつもそうやって送ってくる。 でもいつもママもパパも喧嘩してるなんかさ喧嘩しないよしてないけどさなんか <laughs> ママとさ電話してるとさパパが横からさあっカナちゃんだヤッホーとかさ入ってきてさママがさ今カナママと話してるのって言ってさなんかめっちゃ喧嘩する <laughs> 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 俺だって話しちゃっていいじゃんで <laughs> パパが言う <laughs> でも私パパにあんま電話かけないから <laughs> パパ多分寂しがってるんだと思う <laughs> 飲むなら誰と飲みたい うん。えー、わかんない。えーえー、お酒はまだわかんないな。え、どんどん聞こえた。ツインテールしたら言われそう。そう、今日もツインテールでした。二十歳までじゃないでしょえー、家族と飲んであげない。そう、なんか。でも帰る日が。八とかなんだよ。七、九とか。うん、うん、七か。 とかだかだらそれまでにさ、まあま飲まないかひ1人とからだと3位高く売れるように頑張ってくれえ将来は3億円の価値になれるように頑張る今から買っても必お同い年でお嬉しいお友達から来たキュン嬉しいよお友達もみんなかなんの誕生日忘れてないでくれて。 嬉しいはるるんちゃんもありがとうはるるちゃんはるるんちゃんから連絡きたもうみんなから連絡くるちょっと見えてないんだけど内容が見たい見たすぎるお酒に誘われるのお酒の飲みにどうやって一緒に飲みませんかってやだよ私も二20歳なのかえー、やだ20歳やだ20歳やだ もう10代終わったってことじゃん私10代なんかやり残したことあるよ普通にもう一回高校行きたかったもんあーやり残したセンターなれなかったわ <laughs> めっちゃ気が早いわー楽しみだな人生まだ20歳だから身分証の代わりに SC の公式プロフィール見せるしかっこよこれ私です 初期いい子かなうに。いきやこありがとう。お昼楽しみにしててつだまよせやっーリーさんありがとうー。そう。仲良しかい。そうめっちゃ仲良し。家族仲良しなのいつも。さっきもなんか多分親戚でうちの家で多分パーティーかなんかしてたらしくてなんかいきなり電話かけてきて。え、そん時サッチーといたんだけどね。うちがうちがねこの家でサッチーといたんだけど。 でそのなんか電話かかってきて妹サッチ推しだからそうえっサッいるよって言ったらでサッチが「やっほー」って言ったら妹が「あっサッチヤほー」って言っちゃなんか <laughs> 友達みたいに言ってて <laughs>「大丈夫?」と思ったあなたの推しでしょと思ってそう妹はサッチ推しなんですよねいとこもサッチ推しなんですえっどうもありがとうトムトムさんありがとうたわー嬉しい そうそんな感じ仲いいんですよ入れけ電話電話してなんか親戚で集まってましたまあいつもね集まってるんだけどねうちの家は <laughs> 金の可愛さに毎日癒されてありがとう姉妹でうん姉妹仲いいよパパとお酒飲んであげてえー、なんでパパパパパえじゃあパパはママもお酒飲まないのなんかパパママもなんかお正月とかしか飲まない人だから飲まない気が 何時まで配信しようかなどうしようかなうがお酒飲まないまだ飲まない帰ったらいいお酒用意してくれてるえっ、ー、11000万円ぐらいするやつとかえ初のお酒ほろ酔いほろ酔いしか知らない <laughs> ハリーさんあたりがとう富士山よりビッグな存在になりそうなんかえうしいそれ私ビッグになるビッグモーター 間違えた。うん、ありがとう。嬉しい。みんなありがとう。セーターさん終わって一緒に飲むか、いいんですか。お酒百五十五センチ超えないとか、え、なんで。え <laughs> なんで、なんでみんなそうなの。わ、ケーキだ。<っ>数字。一切行かないでくださいけ。<laughs> えでもさもしかしてさうちがさバズったらさ超有名になれるかもしれないからまだ未来わかんないよだってバズっていきなりその日にさ1000億円万円フォロワーいくかもしれないじゃん20歳やったことは19歳が終わったあ <laughs> あ <laughs> 同じこと言ってておもろいそう。そう 妹結構似てる顔似ててる顔ない妹とお姉ちゃんが顔似ててかなうは顔似てないよ何時ぐらい前どうしようかな妹は幸と喋ったの初めてじゃない気がするなんかお正月だか年越しだかでなんか電話した時も喋ってた気がするヤッホーぐらいだけど吉川さん弁ライてありがとう高すぎ妹ちゃんと友達になりたいいいよ ロマネコンティーって何コーラのカクテルえっやばいコーラ飲みたくなったからコーラ飲もうやっぱコーラが一番美味しいどうせな、ね、お酒なんて飲んでもね何てとか言わないよねお酒を飲んでもね結局はね絶対コーラに変ってきますよ私コーラ大好きだもんコーラが世界一好きだもんよ師さんありがとう 危ない危ない危ないギリセーフ危ない危ない20歳のかなにも会いに行くから待ってて待ってる時松さんありがとう <laughs> 夏の大三角ッんさんありがとう記憶が正しければあずみんさんは20歳の日に広島の地酒飲んでた気がするかなを静岡飲んでみたらえお茶のお酒とかってこと いや今日えっ絶対うちもうさ絶対さあのあと、ね、眠くなるよ絶対なあのあとじゃない間違えたこのあとえもうかな落ち着いてコメント欄が落ち着いてきたらへん多分絶対眠くなるだってさ私さ今日の朝さ普通にめっちゃ早くもう8時起きとかでさ一日中ずっと歩き回ってて朝からやること病院とかなんかもういろんなの行っててうわミミズだ行っててだから絶対眠くなると思ったのに眠くならないのすごいよね ほぼオールって感じ。あ、オールじゃないよ。こうやって、これで朝まで起きてたらオールだよね。あ、それは当たり前か。かなうは友達の友達の友達だから、俺の友達。友達の友達の友達。どういうこと友達の友達の友達って。誰友達なのえ私の友達と友達ってことどういうことどういうことどういうことたまたまされます。ありがとう。 お酒強いのかな可愛い,いありがとう航空杯これからもかなに会いに来てね一番近くだと復別復別に来てほしい福椅子マジで絶対楽しいよ曲盛り上がるし絶対確定演出寒いなちょっと俺寒いよコーハイボールコーラハイボール おいの美味しいならいいよ緑茶杯お誕生日パワー最近早く頑張ってるシュワーツありがとう7時に起きたえなんで金河口珍しい朝から歩き回ってねミミズ探してた <laughs> どういうことう注射痛かった本当に痛かったもうずっと叫んでたうう 先に出ました先にないスケジュール通り行ったけどなんか一つのところはやっぱやめた行くのなんか行こうと思ってたのがなんか肌のやつ肌をきれいにするやつ、まあ、肌綺麗なんですけどうざ <laughs> ちょっと自分うざかった肌をなんかのなんか2な何だっけ肌のなんかしたくて綺麗にするやつをでもそれやっちゃったらなんか赤くなっちゃうかなと思って今日の配信ででやめたんだよね そうだからやめたけど今日はだから普通にやることえっえ今日聞いてほしいいやまあ普通に今日まあ用事があってまあ普通に用事があって朝の10時ぐらいにねまあ普通に用事があるじゃん用事あるって何個も今日あるって言ってたじゃんで、まあ、病院行ったんですよ病院みたいな皮膚科みたいなとこ行ったんですね。そしたらなんか なんか僕の太陽が流れ始めてかなうがかなうがなんか部屋に入ってなんかその受信の部屋分からんけどなんか部屋に入った瞬間になんか「ラララ」って流れ始めてびっくりじゃん普通に「じゃ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 んって流れたのだから「えどういうことやばっわこわと思って「うちのために流してくれた?」と思ったけど向こうはうちのことそのアイドルやってるとか知らないからたまたまなんだろうけどマジびっくりした「じゃ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 らラ」 なんかもうびっくりした普通にコーラにカフェイン入ってるしだからかそうドリーンさんありがとうおとお話し会で話すときに詳しく話せよ友達関係えなに何な何誰誰誰嫌だ今話して怖い怖いから怖いから今話して誰誰と友達私のえ私の誰と友達 誰気になるねピロアップさんとも会えるのが嬉しいお誕生日ありがとうおさくさん復縁楽しいイオンさんありがとうマカスさんありがとう一応言わちゃう <laughs> 強いでしょ復縁えマジで復縁来た方がいい会いてたらみんな配信もあるのでぜひあとちょっとでチケットがなくなっちゃうらしいから気になってたらもう早めにゲットした方がいいかも。 仕事だから朝87時に起きたのえ何の仕事してるの学校公園の持ち物はコーラそう本当にそうピーリングあそうピーリングピーリングなんか分かんないけど肌を綺麗にしたかったんですよ今日ハイライト塗ってるから結構きれいに見えるんだけど松葉も行ってきた寒かった今日は外がうん。 診察あそうそう診察してた踊りだしそうだったあドッキリかなドッキリグランプリかな今日は自分の誕生日運命だね令和6年になって「僕の太陽」流すとこあるんだえっそうだからなんかどういうプレイリストなんだろうと思ってえ気になるじゃん普通にどういうプレイリストで「なんか僕の太陽」が入ってんのかなって思うじゃんで何が流れたと思う「僕の太陽」の後と もうびっくりだよなんか何をどうしたらそれになるのと思ったんだけど僕,僕の対応が終わった後にあのラブ、ラブソースイート」だけ「ジャンゃんじゃんジャンジャン」のやつあれが流れてきてえっどういうプレイリストと思ってびっくりした趣味ってことその病院の人の趣味とかってことかな分かんないけどだからなんか大体さ さあ今流行りの曲とかでさなんかこのプレイリストがあるじゃないですかスポティファイとかだとだからそういう系でなんかあるのかなと思ったらなんかちょっとよくまとまりがなかった分かんなかったその後夢の国」の曲が流れてたからなんかどういうことかなって気になった <laughs> えっだよねえうちも「僕の太陽」を外で聞いたことなかったから今までねこの外お出かけしたりしてなんかさ なんか愛の重さとかさ鼻だれとかって結構さ街中なんか広島歩いてたらさなんかカラオケとかで流れてるじゃんカラオケの前とかでだからなんかまあ聞いたことあったけど僕の対応初めてだからさびっくりしたのちゃ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 んってかなうの友達と同じ高校その友達の友達と仲良かったかなうの友達と同じ高校かなうの友達と同じ高校その友達との友達かなうの友達 叶うの英子ちゃん英子ちゃんと同じ高校をえどういうこと私地元自分のえっうちと一緒の高校ってこと自分の高校のその友達の友達結構と離れてるの離れてるやんそれももう意味わかんないじゃん複数 <laughs> 埋もれたとこで見るかも了解探すね絶対。 カナの家を特定する仕事 <laughs> 分かった平田おうちさんのさお仕事今度あてよお話し会でだからお話し会来てねお仕事当てるからそうだからそう。なんでだろうと思ったんだよねアイドルあアイドル確かにアイドルなアイドルアイドルかどうなんだろうねアイドル you could